思考ではなくが現実化するんです。いい運気を引き寄せて人生好転等です。思考は現実化する、この言葉を聞いたことのない人はおそらくほとんどいないですよね。自己啓発の基本原則として広く知られているこの考え方は、1937年にナポレオン・ヒルが著書思考は現実化するで提唱して以来、数多くの成功哲学や自己啓発理論の中核を成してきました。その後この概念は引き寄せの法則やポジティブシンキングなど様々な形で発展を遂げています。アファメーション、ビジュアライゼーション、瞑想など様々な実践方法が提案され、多くの人々がその実践に取り組んできました。しかしここで立ち止まって考えてみる必要があります。もし本当に思考が現実化するのであれば、なぜこんなにも多くの人が望む結果を得られていないのでしょうか。毎日欠かさずアファメーションを唱えてビジョンボードを作成し、ポジティブな思考を心がけているのにもかかわらず現実が一向に変わらない、そんな経験をされている方も少なくないはずです。むしろこうした実践を続ければ続けるほど理想と現実のギャップに苦しみ、自己否定感が強まってしまうというケースすら見られます。自分は何か間違ったことをしているんだろうか、もっと強く信じなければいけないのだろうかと、さらなる努力を重ねるものの状況は改善されない、このような悪循環に陥っている方も多いですよね。ただ実はこの現象には科学的な説明があります。最新の脳科学研究が明らかにした驚くべき発見は、私たちが思考について抱いている常識を覆すものでした。この発見はなぜ単純な思考の変更だけでは十分な効果が得られないのか、そしてどうすれば本当の変化を生み出すことができるのかを示してくれています。ということで今回は願望実現の重要なポイントというテーマで話していきます。今回の動画でも科学的根拠を踏まえながら思考と現実の関係の真実を解き明かしていきますね。さらにその知見を生かした実践的なアプローチ法をご紹介し、誰でも実践できる具体的な方法もお伝えしていくので、必ずアクションを起こしてください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。従来の自己啓発アプローチには一つの重大な見落としがありました。それが人間の思考プロセスの本質的な特徴を十分に考慮していなかったということです。多くの方法論は意識的な思考の変化に焦点を当てていますが、これは氷山の一角にしか着目していないのと同じなんです。実際に私自身この限界を痛感した経験があります。以前私は徹底的に自己啓発に取り組んでいました。毎朝6時に起床して1時間のアファメーションを行い、就寝前には瞑想と願望の視覚化を実践、成功者の書籍を毎月10冊以上読破し、高額なセミナーにも積極的に参加していました。外見的には言葉遣いは前向きになり、振る舞いも改善され、一時的なモチベーションの向上は確かに感じられました。ただ根本的な変化は起こらなかったんです。むしろ表面的なポジティブと内面の不安や焦りとのギャップに苦しむようになっていったんです。では一体なぜこのようなことが起きるのでしょうか。その答えは人間の思考システムの二重構造にあります。心理学者のダニエル・カーネマンは著者ファストフローで、人間の思考システムにはシステム1とシステム2という2つのモードがあることを説明しています。システム1は早い、自動的、感情的な思考を担当します。直感的な判断や習慣的な行動はこのシステムによって制御されているんですね。一方システム2は遅い、意識的、論理的な思考を担当します。計算や分析、意識的な決定はこのシステムの領域です。従来の自己啓発アプローチの多くはこのシステム2、意識的思考の変更に焦点を当てていました。しかし日常生活の大部分は実はシステム1によって制御されているんです。したがってシステム2だけを変更しても本質的な変化は起こりにくいということになります。さらに脳のエネルギー消費の観点からもこの問題を理解することができます。脳科学研究によると、意識的な思考は非常にエネルギーを消費する活動です。そのため脳は可能な限り自動的な処理、システム1を優先しようとする傾向があります。これは日常生活でよく経験する分かっているけどできないという現象の説明にもなりますね。例えば今日はジムに行こうと決意しても、帰宅後に疲れてソファーに座ってしまうとそのまま運動をサボってしまう、今度こそ計画的に仕事を進めようと思ってもいつの間にか締め切り間際の書き込み仕事になってしまう、これらは意識的な決意、システム2が無意識的な習慣、システム1に負けてしまう典型的な例です。
近年の脳科学研究では、私たちの行動や決定における無意識の影響力について驚くべき事実を明らかにしています。特に注目すべきは、UCLA のマシュー・リーバーマン博士の研究チームによる発見です。彼らの研究によると、人間の思考プロセスの 95% 以上が、実は無意識下で行われているということが分かりました。この発見の重要性を理解するために、より詳しく見ていきましょう。私たちの脳は1秒間に約1100万ビットの情報を処理していますが、意識的に処理できる情報量はわずか40ビット程度と言われています。つまり私たちが意識的に認識している情報は脳が処理している全情報の 0.0004% にも満たないんです。この事実は fMRI を使用した実験でも確認されています。被験者が何らかの決定を下す約7から10秒前からすでに脳内で特定のパターンの活動が観察されていたんだとか、つまり私たちが意識的に決めたと思っている決定の多くは実は無意識レベルですでに行われていた可能性が高いということです。さらに興味深いのはデフォルトモードネットワークの発見。これは2001年にワシントン大学のマーカス・レイクル博士によって発見された脳のネットワークで、私たちが特に何も考えていない時に最も活発に活動する領域です。このネットワークは次のような重要な役割を担っています。1、自己参照的思考。2、記憶の整理統合。3、社会的認知。4、物語的思考。特に重要なのは、このネットワークが私たちの前提の形成と維持に深く関わっているという点です。私たちが経験する出来事は、このネットワークによって解釈され、既存の前提に基づいて意味付けされていますからね。また、ハーバード大学のジョセフ・リュウリュウ博士の研究は、感情と記憶の関係について重要な示唆を与えています。強い感情を伴う経験は、扁桃体という脳の部位を通じて、より強く記憶に刻まれる傾向があるんですね。この発見は、なぜ特定の前提が強固に定着するのかを説明する手がかりとなりますよ。前提とは、私たちが無意識のうちにそうあるものとして受け入れている基本的な信念のことです。これは単なる思い込みではなく、脳内に物理的な神経回路として存在している認知の枠組みです。前提がいかに強力に私たちの現実を形作っているか、具体例を通して見ていきましょう。スタンフォード大学のキャロル・デュエック博士は、学生たちを対象に興味深い実験を行いました。2つのグループに分けられた学生たちは、同じ難易度の数学問題に取り組んでいます。ただし、一方のグループには、知能は努力によって成長するという説明が、もう一方には、知能は生まれつきのものだという説明が事前に与えられています。結果は驚くべきものでした。同じ問題に取り組んでいるにもかかわらず、知能は成長すると説明されたグループは、困難な問題に遭遇しても粘り強く取り組み、結果として高いスコアを達成したんです。一方、知能は固定的と説明されたグループは、困難に直面すると早々に諦める傾向を示し、スコアも低くなっています。この実験が示すのは、単なる考え方の違いではありません。与えられた説明は、学生たちの脳内に特定の前提を形成し、その前提が実際の行動パターンを生み出す。そして最終的に現実の結果の違いとして現れるということです。前提が現実を作り出すメカニズムは次の4段階で説明できます。1、認知フィルターの形成。私たちの前提は情報を選択的に取り入れるフィルターとして機能します。例えば、世の中は競争社会だという前提を持つ人は、競争的な状況や対立的な関係に敏感に反応し、協力的な側面を見落としがちになります。2. 解釈パターンの確立。同じ出来事でも持っている前提によって全く異なる意味付けがなされます。例えば、上司からの指摘に対して自分は無能だという前提を持つ人は批判として受け止めます。しかし、フィードバックは成長の機会だという前提を持つ人は学びの機会として受け止めるんです。 3. 行動パターンの形成。前提に基づく解釈は特定の行動パターンを生み出します。自分には才能がないという前提を持つ人は新しい挑戦を避ける傾向は強くなり、結果として成長の機会を逃してしまいます。 4. 現実の創造。行動パターンの蓄積は最終的に現実として具現化します。例えば、挑戦を避け続けることで実際にスキルの成長が停滞し、それが自分には才能がないという前提をさらに強化するという循環が生まれるんですね。
前提の力についてさらに理解を深めるために最新の科学研究が示す具体的な証拠を見ていきましょう。これらの研究はなぜ前提が私たちの人生に大きな影響を与えるのか、そしてなぜ前提の変更が可能なのかを明確に示してくれています。まず注目したいのはカリフォルニア大学サンフランシスコ校のマイケル・メルツェリッヒ博士による神経可塑性の研究です。かつて科学界では脳の構造は成人期以降固定的であると考えられていました。つまり年を取ったら変われない、大人になってからの学習は難しいといった考えが科学的な常識とされていたんです。しかしメルツェリッヒ博士の研究はこの常識を完全に覆しました。最新の脳イメージング技術を使用した実験で成人の脳でも新しい景気や学習に応じて物理的に構造を変化させることが明らかになったんです。特に注目すべきはこの変化が年齢に関係なく起こるという発見でした。例えばある実験では50代の被験者グループに新しい楽器の演奏を学習してもらっています。するとわずか8週間の練習後、彼らの脳の特定の領域が物理的に変化していることが観察されたんです。これは私たちの脳が生涯にわたって学習し適応する能力を持っているという証拠です。さらに興味深いのはこの変化のメカニズムです。脳内では頻繁に使用される神経回路が強化され、使用されない回路は徐々に弱まっていきます。これはヘブの法則として知られる原理で、一緒に発火する神経細胞は一緒に配線されるという考え方です。つまりある前提に基づいて考えたり行動したりすることを繰り返すと、その前提に関連する神経回路がどんどん強化されていくわけです。例えば私には才能がないという前提を持っていると、その考えに関連する神経回路が強化され、さらにその前提が強固になっていくという悪循環が生まれるんですね。しかしこの同じメカニズムを利用して新しい前提を形成することも可能です。実際にハーバード大学の研究チームは新しい思考パターンや行動パターンを意識的に繰り返すことで、わずか8週間で測定可能な脳の変化が生じることを確認しています。特に重要なのはこの変化を促進する要因についての発見。研究によると次の3つの要素が特に重要とされています。 1. 注意深い意識。ただ漠然と繰り返すのではなく意識的な注意を向けることが重要です。 2. 感情的な意味付け。ポジティブな感情を伴う経験はより強く神経回路に刻み込まれます。 3. 過度な繰り返し。一度に長時間するよりも適度な間隔を空けて繰り返し実践する方が効果的です。これらの研究成果をさらに裏付けるのがテキサス大学オースティン校で行われた興味深い実験です。この実験では参加者を3つのグループに分けて、それぞれに異なる前提を与え、その影響を観察しました。具体的には参加者たちに複雑なパズルを解いてもらいましたが、その前に各グループに異なる説明を行ったんです。第1のグループにはこのパズルは練習によって上達すると伝え、第2のグループにはこのパズルを解く能力は生まれつきのものと説明、第3のグループにはどちらの説明も行いませんでした。すると結果は驚くべきものに、同じパズルに取り組んでいるのにもかかわらず練習で上達すると信じていたグループは、困難に直面しても粘り強く取り組み最終的に最も高い成功率を示したんです。一方能力は生まれつきと考えていたグループは、早い段階で諦める傾向が強く成功率も低くなりました。さらに興味深いのはこの実験中の脳活動の測定結果です。練習で上達するグループは失敗した際に学習に関連する脳領域が活性化していました。つまり失敗を学びの機会として捉えていたということです。対照的に能力は生まれつきグループでは、失敗時にストレス反応に関連する領域が強く活性化していました。このような研究結果は、前提が単なる考え方ではなく実際の脳の活動パターンとして存在していることを示しています。しかしそれと同時に、これらの活動パターンは固定的なものではなく適切なアプローチによって変更可能だということも示唆しています。スタンフォード大学の研究チームはさらに一歩進んで、前提の変更が実際の生理的な変化をもたらすことも確認しました。ストレスは有害という前提を持つ人と、ストレスは成長の機会という前提を持つ人では、同じストレス状況下でも心拍数や血圧の変化パターンが異なることが分かったんです。これは非常に重要な発見。というのも、前提の変更が単に心理的な変化だけでなく身体的な健康にも与える可能性があることを示しているからです。またミシガン大学の長期研究では、前提の変更が人生の様々な側面に波及効果をもたらすことも明らかになっています。
具体的には学習能力は成長するという前提を獲得した人々は学業成績の向上だけではなく対人関係の改善やストレス耐性の向上など多面的な成長を示したんです。これらの研究結果は私たちに大きな希望をもたらしますね。なぜなら適切な方法で前提を変更することができれば人生の複数の領域で同時に性の変化を引き起こせる可能性があることを示唆しているからです。この科学的知見をさらに実践的な観点から見ていきましょう。カリフォルニア大学バークレー校での最新の研究では前提の変更が最も効果的に行われる条件についても明らかになっています。特に重要なのは変化のタイミングと環境です。研究によると脳は通常の活動状態よりもいわゆる学習モードに入っている時の方が新しい前提を受け入れやすいことが分かっています。この学習モードは私たちが好奇心を持って何かに取り組んでいる時あるいは安全で快適な環境にいる時に自然に活性化されます。例えばある実験では参加者たちに新しい概念を学んでもらう前に10分間の軽いウォーキングを行ってもらいました。すると運動しなかったグループと比べて新しい情報の受け取りがスムーズになりその後の定着率も高くなったんです。これは適度な運動が脳を学習に適した状態に導くことを示唆しています。また環境の重要性も見逃せません。ハーバード大学の研究チームは物理的な環境が前提の変更にどのような影響を与えるかを調査しました。その結果普段と異なる環境で新しい考え方に触れるとそれを受け入れやすくなることが分かったんです。これは環境の変化が脳に新しい可能性のオープンさを促すためだと考えられています。さらに興味深いのが社会的な要因の影響です。イェール大学の研究では恣意的な他者の存在が新しい前提の形成を大きく促進することが示されています。具体的には同じような変化を目指す仲間がいる場合前提の変更がより早くより確実に進むことが確認されました。これらの研究結果から前提を変更する際の実践的なポイントがいくつか導き出せますね。それが1、適切なタイミングを選ぶ、2、環境を活用する、3、サポート体制を整えるという3つ。これらの科学的知見は私たちに明確な指針を与えてくれます。前提の変更は単なる考え方の問題ではなく脳の物理的な変化を伴う本質的なプロセスなんです。そして適切な方法と環境があれば誰でもこの変化を実現できることが科学的に証明されています。このような科学的根拠を理解することは実践の大きな動機づけとなります。なぜなら私たちが取り組もうとしていることが単なる理論や願望ではなく科学的に裏付けられた確かな方法であることがわかるからです。これまでの科学的知見を踏まえて実際に前提を変更するための具体的な方法をお伝えしていきます。前提の変更には次の3つの段階のプロセスが必要です。 1. 気づきのフェーズ。自分の前提を発見するためにはまず日常生活での反応パターンを観察することから始めます。特に注目すべき点は強い感情が生じる場面、繰り返し起こる問題やパターン、当たり前と感じている考え方、無意識に避けている状況や行動といったところ。例えば会議で自分の意見を言うことができないという状況が繰り返される場合、その背景には自分の意見には価値がないという前提が隠れている可能性が高いです。 2. 探究のフェーズ。発見した前提について次のような質問を通じて深く掘り下げていきます。この前提はいつどのように形成されたのか、この前提は本当に普遍的な真実と言えるのか、この前提を持つことで得られるものと失うものは何か、別の見方や解釈は可能か。この探究プロセスでは判断を急がないことが重要です。好奇心を持って自分自身の思考パターンを観察する姿勢を心がけましょう。 3. 変更のフェーズ。いよいよ新しい前提を形成していく段階です。このプロセスで重要なのは段階的なアプローチ、実験的な態度、成功体験の蓄積といったことを、ここを超えればどんどん現実化していくはずですよ。実際にアクションするときには次のようなことを意識するのがおすすめです。 1. 前提探索日記。毎日10分程度次の項目について記録します。今日気になった反応や感情、その背景にある考え方、代替的な解釈の可能性、小さな実験のアイデア。 2. 前提チャレンジワーク。週に1回特定の前提に焦点を当てて取り組みます。その前提が真実だと考える根拠の列挙、反証となる事例の探索、新しい解釈の可能性の検討、具体的な行動実験の計画。 3. マインドフルネスプラクティス。日々の瞑想を通じて思考パターンへの気づきを深めます。
思考や感情の観察、判断を控えた重要的な態度、前提からの一時的な解放、新しい気づきへの開放性、こういった方法を実践することで自分に合ったものが見つかり、本当の感情が湧き出て前提が現実化していきますよ。前提を変更することで人生に大きな変化をもたらした具体的な事例をご紹介します。これらの事例は変化のプロセスがどのように進んでいくのか、そして実際にどのような結果をもたらすのかを理解する助けとなるはずです。最初にご紹介するのは35歳で IT 業界の転職を成功させた A さんの事例です。彼女は年齢的にキャリアチェンジは無理だという強固な前提を持っていました。現在の仕事に対する不満は大きかったものの、30代半ばでの転職は現実的ではないと思い込み、諦めの気持ちを抱えて日々を過ごしていたんです。しかし前提を変更するワークを始めたことで彼女の人生は大きく動き始めます。最初の2ヶ月間彼女は日記を通じて自分の思考パターンを観察しました。なぜ年齢が制限になると考えているんだろう、この考えは誰から学んだんだろうといった問いかけを続けるうちに、年齢に関する社会的な思い込みに気づき始めたんです。その後の探究フェーズでは実際にキャリアチェンジを果たした人々の事例を積極的に調べ始めました。同時に年齢と学習能力に関する最新の科学研究を学び、脳の可塑性は生涯にわたって維持されるという事実を知ることで新たな可能性に目覚めていったんです。実践フェーズではオンライン学習から始めて徐々に実践的なプロジェクトに参加、小さな成功体験を積み重ねることで自信を培っていきました。結果として1年後には IT 企業の転職を実現、収入は 1.5 倍になり、何より新しいキャリアでやりがいを見出すことができたそうです。次に紹介するのは長年人間関係に悩んでいた42歳の B さんの例です。信頼関係は必ず裏切られるという強い前提を持っていた彼は、職場での人間関係に常に緊張を強いられていました。特にチームでの協働が必要な場面では過度に警戒的になってしまい、周囲との関係構築に苦心していたんです。 B さんの変化は日々の対人関係での自分の反応を観察することから始まりました。特に強い感情が湧き上がる場面を注意深く記録していくうちに、自分の防衛的な行動パターンが見えてきます。そしてこの気づきを起点に彼は徐々に自分の行動を変えていきました。まずは小さな信頼行動から始めます。例えば些細な失敗を素直に認めることや、時には自分の弱みを見せることにも挑戦しました。驚いたことにそうした行動は予想以上にポジティブな反応を生み出したんです。チームメンバーとの関係は徐々に改善し、1年後には部署のリーダーに抜擢されるまでにだったんだとか。これらの成功事例から見えてくる重要なパターンがあります。それは変化は常に気づきから始まり、その後の探究と実践を通じて具体的な結果へとつながっていくということです。特に印象的な例として28歳の C さんの事例をご紹介しましょう。彼女はお金は苦労の対価であるという前提を持っていました。この考えは幼い頃から両親の会話や態度を通じて無意識のうちに形成されたものです。楽して得たお金は良くない、裕福になることは周りの人との関係を壊すといった考えが彼女の収入の天井を作っていたんですね。変化のきっかけとなったのは彼女自身の感情パターンに気づいたことでした。給料が上がりそうな機会があってもなぜか後ろめたさを感じて断ってしまう、価格交渉の場面では必要以上に値下げに応じてしまう、そうした行動の背景にはお金に対する無意識の罪悪感が潜んでいました。この気づきを得た後、彼女はお金の本質について深く探究を始めます。経済学の基礎を学び、お金は単なる価値交換の道具であることを理解していきました。また実際に経済的な成功を収めながら素晴らしい人間関係を築いている人々との出会いを通じて、自身の前提が必ずしも真実ではないことを体感していったんです。すると変化は徐々にですが確実に訪れ始めます。まず自分の提供する価値に見合った適切な価格設定ができるようになりました。次に収入を増やすための具体的な行動に抵抗なく取り組めるようになっていきました。その結果2年後には年収が倍増、さらにお金に対する健全な関係性を築くことができたんです。これらの事例に共通するのは、前提の変更が単なる思考の変化ではなく実際の行動や結果の変化をもたらしているという点です。また変化のプロセスには一定の時間が必要であり、それは脳の神経回路が物理的に再構築されていく時間でもあります。重要なのはこれらの変化が特別な才能や恵まれた環境があった人だけのものではないということ。
誰もが持っている脳の可塑性を活用し、適切なアプローチで取り組めば同様の変化を実現することが可能なんです。ここでは前提の変更に取り組む中で多くの方から寄せられる質問とその回答をご紹介します。これらの疑問と向き合うことでより効果的な実践が可能になるはずですよ。変化にはどのくらいの時間がかかるのか、これは最も多く寄せられる質問の一つです。端的に答えるなら個人差が大きいものの、明確な変化を実感するまでには通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。ただしこれは単なる時間の経過ではなく、その間の意識的な取り組みが重要です。例えばあるクライアントは最初の1ヶ月で大切な気づきを得ましたが、その大切な気づきを実際の行動変化に結びつけるまでにさらに2ヶ月を要しました。また別のクライアントは5ヶ月間はほとんど変化を感じられなかったものの、6ヶ月目に入ってから急速に変化が現れ始めていきました。重要なのはこの期間を単なる待ち時間と考えないことです。これは脳が新しい神経回路を形成し強化していく大切なプロセスなんです。日々の小さな気づきや実践が確実に変化の土台を築いていきますからね。年齢による制限はあるか？この質問に対する答えは、最新の脳科学研究に基づいて明確に脳と言えます。脳の可塑性、つまり変化する能力は生涯にわたって維持されることが証明されています。むしろ年齢を重ねることで得られる豊富な経験は新しい前提を形成する際の貴重な資源となります。実際50代60代で大きな変化を遂げた方々の例も数多く存在します。彼らに共通するのは、年齢を制限として捉えるのではなく、これまでの人生経験を生かそうとする姿勢です。一時的な後戻りがあった場合はどうすればいいか。後戻りは変化のプロセスにおける自然な一部です。これは失敗ではありません。むしろ重要な学びの機会として捉えることができます。後戻りが起きた時こそ、自分の前提がより明確に見えてくる瞬間ということですね。具体的な対処法としては次のようなアプローチが効果的です。まず後戻りを観察の対象として捉えます。どのような状況で起きたのか、どんな感情が伴っていたのかを冷静に観察します。次にそこから学べることを探ります。多くの場合、後戻りの経験は自分の前提をより深く理解するための貴重な情報を提供してくれますよ。一人で取り組むのは難しいか、確かにサポートがある方が変化のプロセスはスムーズに進みやすいものです。ただ一人での取り組みが不可能というわけではありません。重要なのは適切な方法で記録を取り、定期的に振り返りを行うことです。個人的にはプロに教えてもらうのが一番いいとは思っています。これまでの内容を踏まえて、具体的に前提を変更していくための90日間のプログラムをご紹介します。このプログラムは脳の適応メカニズムを考慮して設計されていて、無理なく確実に変化を生み出すことを目指しています。最初の30日間は気づきのフェーズです。この期間で最も重要なのは、判断を差し控え、純粋な観察者として自分の思考や行動のパターンを見つめることです。毎日できれば同じ時間帯に10分程度その日の出来事と自分の反応を記録していきます。昨日の会議で新しいプロジェクトの提案をしようと思ったけどやめてしまった、その時どうせ採用されないという思いが浮かんだといった具合です。このような記録を続けることで自分の中の前提が少しずつ見えていきます。次の30日間は探究のフェーズです。気づきのフェーズで発見した前提についてより深く掘り下げていきます。例えばどうせ採用されないという考えが浮かぶとき、なぜそう思うのか、その考えは本当に正しいのか、別の可能性はないのかといった問いを立てるわけです。この段階では前提を変えようとするのではなく、まずはその前提について深く理解することを目指します。時には不快な感情や記憶と向き合うことになるかもしれません。そのような場合は必要に応じて休憩を取りながら自分のペースで進めることが大切ですよ。最後の30日間は実験のフェーズです。ここでは新しい前提に基づいた小さな行動実験を始めます。例えば自分のアイデアにも価値があるという新しい前提を試すために、会議で一つだけ意見を述べてみるといった具合です。実験は必ず小さく始めることが重要です。大きな挑戦は脳に警戒心を引き起こし、かえって古い前提を強化してしまう可能性がありますからね。小さな成功体験を積み重ねることで新しい前提が自然と強化されていきますよ。このプログラムを進める上では次のようなポイントに特に注意を払ってください。まず記録を取ることの重要性です。変化は往々にして微細なものから始まります。記録を取ることでそうした小さな変化を見逃すことなく確実に認識することができますよ。次に自分への思いやりを忘れないことです。
古い前提はかつての自分を守るために形成されたものかもしれません。それを責めるのではなく、感謝とともに手放していく姿勢が大切です。そして最後に焦らないことです。90日間という期間は脳の神経回路が物理的に変化するために必要な最小限の時間です。この期間を自分を深く理解し、新しい可能性を探求する貴重な機会として捉えてください。最後にこれまでの内容を振り返って、実際に向けた具体的な一歩を考えていきましょう。私たちは思考は現実化するという概念には重要な誤解があることを学びました。単純な思考の変更や表面的なポジティブシンキングではなく、その土台となる前提を変更することが本質的な変化をもたらすんです。この発見は最新の脳科学研究によって裏付けられています。人間の思考の 95% 以上が無意識的なプロセスによって支配されているという事実は、なぜ意識的な思考の変更だけでは不十分なのかを明確に示しています。それと同時に、脳の可塑性に関する研究は私たちに大きな希望をもたらしてくれていますよ。適切なアプローチを取ることで、誰でも自分の前提を変更し、自分に大きな変化をもたらすことが可能なんです。ここで重要なのは、変化は一朝一夕には起こらないということ。これは脳の神経回路が物理的に再構築される時間が必要だからです。この過程はまるで庭作りのようなものかもしれません。種をまいてすぐに花は咲きませんが、適切なケアを続けていれば必ず芽は出て、やがて花を咲かせるんです。実践を始めるにあたって、次の3つのポイントを特に意識してくださいね。第一に、小さな変化を大切にすること。大きな変化は常に小さな変化の積み重ねから起こります。日々の些細な気づきやちょっとした行動の変化がやがて大きな転換点となっていきますよ。第二に、記録を取る習慣を持つこと。変化のプロセスを記録することで、自分の進歩を客観的に把握することができます。またその記録は困難な時期を乗り越えるための重要な資源になるはずですよ。第3に、仲間の存在を大切にすること。同じような変化を目指す人々との交流は新しい気づきをもたらし、モチベーションの維持にも役立ちます。一人では気づかなかった視点を得られることも多いですよ。最後に、これから実践を始める方々へのメッセージを送りますね。変化のプロセスは時に困難を伴うかもしれません。古い前提から離れることへの不安や新しい可能性への戸惑いを感じることもあるでしょう。しかし、それは完全に自然なことです。むしろそのような感情こそが、あなたが本当に変化に向かって歩み始めている証です。この旅を自分自身をより深く理解し、新しい可能性を探求していくかけがえのない機会として捉えてください。一歩一歩の確実な進歩がやがて大きな変化となって実を結ぶはずです。その道のりが皆様にとって実り大きいものとなることを心より願っています。今概要欄とコメント欄に貼ってあるリンクから公式 LINE のお友達追加をしていただくと、10万円相当の豪華特典を無料でプレゼントしています。 1. 実践した受講生がたった3ヶ月で400万円の臨時収入を手に入れた日常生活で簡単にできる潜在意識の書き換え法参戦。 2. 典型的な引き寄せ難民だった受講生がたった2ヶ月で人生を大変身させた引き寄せが起こりまくる魔法のアクション集。 3. 設定した次の日に臨時収入が入った金運が爆上がりする待ち受け画像5000。 4. 金運、パートナー、健康、あらゆる引き寄せが起こりすぎてしまう体質になる秘密を超わかりやすく解説した有動画、引き寄せの原理原則。5. これまで3000人以上の人生を好転させた運気を上昇させまくるメソッドを詰め込んだ有用電子書籍、運をつかむ10の習慣。これ以外にも5つの超豪華特典をプレゼントしています。包み隠さずに言うのですが、実はもともと有料で提供しており、制作時間が200時間を超えるほど魂を込めて作成した講座の中身を公開しています。これは引き寄せ難民を救いたいという私の個人的な思いです。引き寄せや金運についての間違えた情報が出回りすぎていて、あまりにも遠回りをしている人が多い、いやむしろ一生手に入れられないものを追いかけている人を見て胸が苦しくなりました。そんな中で自分ができることは何かと考えた時、正しい情報をより多くの人に届けることだと思い、有料の情報を無料で届けることにしたんです。実際に金をぐっと引き寄せて人生が変わった方が2000人以上とたくさんいるので、ぜひあなたも仲間入りしてください。お友達追加は10秒でできるので、金をアップさせたい方は必ず登録しておいてくださいね。急に涼しくなりましたね。私は鼻が敏感で毎日鼻水垂らしながら仕事をしていますが、皆さんは大丈夫ですか？体調管理には注意しながら引き続き人生を良くするために勉強していきましょう。ということで、さよなら、さよなら、さよなら。